おはようございます。事件上昇朝活ライブ書いていただいて嬉しいです。ありがとうございます。ね。やっぱりあの一番初めにお話したみたいにね、あの書くっていうことが本当に素晴らしいことなんですよ。で、今、こうライブ聞聴いてるだけではなく、自分がどんなことを意図して聞いているのかっていうことを書く。これがやっぱり朝からあの本当にいいんですね。やっぱり朝、行動する朝に脳に入れる 言葉によって、その一日があなたのね、人生の積み重ねになるわけですよ。なので、朝ね、ムカムカ怒って、なんか、わーって言って、やると言えば一日、行くこと起こらないじゃないですか。なのでね、朝はありがとうございます。次元上昇、朝活ライブね、っていう形でね、あ自分の事件を上げていくんだ、変えていくんだっていう気持ちでね、一日を始めていただくといいかなと思ったりしてるんですね。まあ、事件上昇、 いつも言ってますが、まずは今を生きるっていうことです。なので、今を生きて今を大切にすることが、今からもう本当にね、2024年、25年、どん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 さらにさらに、きっと私たちが想像している以上の変化が起こってきます。そうしたときに、あの、本当にね、時代に翻弄されないであるとか、 あの変な申し訳ないけれども情報に翻弄されないっていう自分を作るためと思ってね参加していただいたらいいかなって思ったりしてるんですよ。やっぱりこうね、えー、朝起きる習慣っていうことですよね。これもすごく大切なことだと思うんですが、私も、あの、私は目覚ましをかけないタイプなので、あの、いつも同じ時間にあんまり起きたことがなかったんですよね。なので、今回この朝活ライブをしていることで、私にとってはこの 朝、やっぱりいつもよりやっぱ早いんですね、起きる時間がね。なので、すごいそれが習慣づけられてよかったなと思ってるんですね。うん。皆さんも、こう、朝活ライブに参加されてね、何か、こう、ちょっと変化というか、こんなことしてるよっていうことがあったら、よかったらコメント欄に書いていただいたら嬉しいかなと思ったりしています。やっぱりね、あのー、昨日もお客様でね、えー、私がやってるこの未来手帳。 あるんですよねこの未来手帳の申し込みの時に最近私のことを知ったとそして朝活ライブをこう参加してるとそしてあのメルマガをね 毎日読んでるだけでね、なんかすっごい変化があったんですっていうことで、そしてあの、さっきのこれ、未来手帳なんですけどね、申し込まれた方とかいらっしゃるんですよね。なので、本当にこう、習慣ってすごいなと思うのは、そういったところかなと思ったりするんですねで。この習慣っていうのは、あの、無理に作るのではなくね、朝早起きするとか、それだけでも全然いいと思うし、あの、本当にこの、毎日この参加するとか、毎日書く。 っていうことをすることがね、本当にこうあ、人生って変化、変化っていうか、私は変化っていうかね、まああの、すべてが積み重ねじゃないですかで。やっぱり良き積み重ねされるといいかなと思ったりするんですね。毎日の習慣で、よく言われるじゃないですか。意識が変わるね。ね。意識が変わると、行動が変わる。そして習慣が変わるとね、 私たちがやってるね、この習慣が変わると、やっぱり人生の良きことに変化が変わっていく、期待ができるっていうことなんですよ。一週間ね、お話しするじゃないですか。やっぱりね、あの、まあ、私は、あの、ごめんなさいね、ちょうど、まあ、平日しかしないっていうのと、まあ、あの、たまたま11月は、出雲の方にね、この前、ちょっと会員旅行行かせていただいてて、また、あさってからバリに行くので、ちょっとその間がね、抜けちゃったりするんですけれども、でも本当にこう、 習慣なのでね、もう、えー、昨日でな一応7回目でした。うん。だから今日8回目なんですね。なので、やっぱりこう3日っていうことですね。昨日で7日って数えてもらったらいいと思うしね。あと21日することによって、本当に細胞自身が新しく生まれ変わるって思っていただいたらいいかなって思ったりしてるんですね。あのね、あのー、昨日もね、えー、一つお話ししていた大掃除じゃいいじゃないですか。ね。今からなんか 1>, 1日1箇所どこかをするっていうことで、ね、私もこの言い出しっぺなので言い出しっぺってねやらないとねなんか嫌じゃないですか私すごくそれすごく思ってて昨日こうちょっとこう出雲からの荷物とかが来たんですよねこうちょっとこう食べるものとかストックするものねでストック場所をパッと開けた時にこうまあいつも片付けててもちょっと乱雑になってるからちょっと出したんですよ あ、そうだ、出したついでに下のシート全部変えちゃえと思って、パッと変えたんですよ。そしたら、あ、これすることによって、あ、年末ラッキーと思ったんですね。なので、皆さんもね、あのー、今日、昨日聞いてない方は、ぜひぜひ、一日一箇所、ね、えー、お掃除っていうことでね。まあ、一日一箇所攻めって私はよく言ってるんですけど、ぜひぜひやってもらったらいいかなって思ったりしてるんですね。うん。で、今日はね、あの、 大好きな、私、虎の日なんですよね。虎の日って皆さん知ってますよね。ね。暦の上で、虎の日は、使ったお金が戻ってくるって言われるじゃないですか。なんかちょっと嬉しいですよね。自分が使ったお金が戻ってくる。ね。でもこれね、使ったお金が戻ってこない人がいてるんですよ。聞きたくないですかなぜ戻ってこないんだろう。ね。これはね、本当に、も私は、あの、まあ、こういったお金のね、 一応、本も書いているので、こうお金のコーダーだけでも,も1000人以上、もっとかな、受けてもらってるんですね。で、その中で、まあ、コーダーっていうのは、まあ、短いセミナーのね、2時間ぐらいのものを受けてもらった後にね、あの、ある意味、こう、もっともっと興味がある方っていらっしゃるじゃないですか。そういった方の、こう、特別な、こう、コースみたいなのを作ってね、募集はしていないんですけれどもね、してたりするのね。で、そんな時に、あの、こ子さんね、 お金使ったらど、なんで戻ってくるんですかってよく言われるんですけど、あのね、戻るというよりもね、やっぱりね、お金を使った時の思いが大切なんですよ。一つ物を買った時でも、ああ、ありがたいなっていう気持ちを乗せることが、やっぱりね、このありがたいという波動が返ってくるんですよ。これが、やっぱりお金につながってくるんですね。なので皆さんが、まあ、 コンビニ一つで、まあ、コーヒーとかね、買われる時でも、あ、なんか何でもいいや、じゃなくって、あ、私は私のためにこのコーヒーを買ってるんだ。ありがたいなっていう、これね、本当ね、小さなことなんですけど、繰り返されることによってね、本当にお金に愛される大切になるんですよ。要は、虎の日なのでね、一日あなたが 使うお金すべてにありがたいなって乗せて使ってほしいんですよ。どんなお金でもいいですよね。まあ、あの、えー、税金を払うお金でもいいじゃないですか。ね。税金ってね、取られるって思うよりありがたいなって、道になってるなとか、ね。やっぱり日本って思うんだけど、本当に医療がすごくしっかりしてるじゃないですか。そうしたら、やっぱりね、あの、私も今、母がどうしても今年から特にもう手術なんかしてるのかな。 え何もかもまわしたら6回ぐらいしてるのね。そしたら普通の金額ってものすごい金額になるわけですよ。でもやっぱり日本の医療って素晴らしいのでね、やっぱりこうお安いじゃないですか。ね。そう思った時に、あ、税金ってこのお金に使ってるんだと思ってありがたいって思ってこうお支払いすることによってね、このありがたい波動があればあるほどね、本当にありがたい。 現象が起こるからお金が入ってくるよ。なんですよ。覚えておいてくださいね。せっかくの虎の日だからね。あなたの、ね、お金が戻ってくるようにね。私はちょっとこうお話をさせてもらっているので、ぜひぜひ今日一日、虎の日ね。あなたのお金が戻ってくるよ。ね、ありがとうを乗せるんだっていうのをね。もう頭だけじゃなくね。 行動でね、今日からしてみてくださいよ。ね、今日一日目じゃないですか。それが3ヶ月すると、ね、お金に愛される体質に変わるよっていうことなんですよ。なのでね、ぜひぜひ、あの、せっかくね、こうやって朝活ライブ参加してもらってるんだったら、やっぱりお金にいっぱい愛されてくださいよ。そうすると、やっぱりね、こう、 気持ちも豊かになるじゃないですか。ね、嬉しいじゃないですか。なので、ぜひぜひしてもらったらいいかなって思ったりしてるんですね。なんか、書いたこと、すっごいサクサクいっぱいできて、ちょっとね、嬉しいなと思って寝たんですよ。なんか、いや、今日めちゃめちゃできてるわっていう時とね、人ってできないなっていう時もあると思うんだけれども、いや、もうできなくても全然いいんですよ。できなかったら次に終わしたらいいんだけれども、やっぱり書くことによって、 あやってるわっていうこの達成感ね、この達成感で寝るとやっぱり朝起きたらとても気持ちいいよね。うんうん。でも私もね、あの朝早く起きるとちょっと大変なんだけどね。でも、あ、達成感と思って寝てるとなんか嬉しいなって思ったりしてるんですよ。そうそう、ちょっと話長くなるけどね。もうコロナからさ、海外って行ってないじゃないですか。ね。で、久々にね、 海外行くから、絶たスマホっているじゃないですか。それで、ね、スマホって世界に通じるその Wi-Fi って使えるんですよ。名前忘れちゃった。世界 Wi-Fi じゃないわ。何だかな。えっ、ー、とねあ、世界データ通信があるんですよで。あの時ね、前使った時、なんかすごい簡単やったけど、なんかネットで見たらね、なんか更新されてないし、更新されたのがなんかね、意味不明だったんですよ。私、あんまり苦手なんですね。そういった細かいこともすっごい苦手なの。 なので、あ、もういいや、英よ行っちゃえと思って、なんか電話したら、まあ、予約はちょっとできないのです。あの来ていただけますかっていうことで行ったのね。そしたら、本当に以前とやり方変わってたんですよ。なので、もし海外行かれる方でワイハイ あの世界データ通信使う方、あのまあ、そういったことがたけてる方はね、あのネット見たらいいと思うけど、分からない方って一回行った方がいいかも分からないんですよ。ちょっとやり方とか全然変わってて。で、まあ、あの今回予約とかももうその日から予約っていうのを、ちょっとね、お金も予約する方がなんかお安くなるので、もう1週間ポーンって予約して。 もうすぐ使えるにはしといたんだけれどもね。ほんとびっくりしました。なんか変わってるんだなって。ね時代ってほんと変わるよね。なのでね、ぜひぜひ、まあ、あの、自分がね、今日やることのね、中の私は昨日それや、書いたんだけれどもね、やったんだけれども、ぜひぜひ、皆さんもね、今日やること書いてね、あ、こんなことやったなっていう実感を、実感と達成感をしてもらったらいいと思うし、さっきお話しした、虎の日。 ありがとうを乗せてお金を使うをやってみてください。ぜひぜひね、本当皆さんのまあね、気分も良くなってほしいし、ね、こうやって朝活ライブ聞いてもらってることで、ほんと人生がもうね、ぐんぐん上昇していってもらったら嬉しいかなって思ってるので、ぜひぜひしてみてくださいね。じゃあ、明日もしますので、ぜひ参加していただいたら大変嬉しいです。本当に今日もありがとうございました。じゃあ、また明日、 よろしくお願いいたします。今日皆さんが素敵な一日を送れるようにお祈りします。ありがとうございました。失礼いたします。